まず今回の宣言については、尾身会長もおっしゃっておられますように、飲食を介しての感染リスクを減らすということが必要であって、そのためにどう効果的な強い対策を取っていくかということだというふうに思っております。具体的には営業時間の短縮、あるいは不要不急の外出、移動の自粛など、対策が極めて重要であるという発言もされておられます。こうしたご指摘、また昨年の春の緊急事態宣言の時、これは1ヶ月程度の期間を取ったこと、これを参考にしながら、今、鋭意検討を行っているところであります。